こんにちは、皆さん、し周です。こんにちは、では火山学生が地球の最新情報と元気をお届けしております。2月24日のメンバー検定講義は地球の逆転ポールシフトはいつ起きるかということでお話しさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。さあ、今日のテーマ行きましょう。こちら、地震情報ですね。なんとですね、皆さん、国内で震度7の前兆が出たということが新たに判明いたしました。今日の動画では地震の最新情報をお届けするとともに 今後大丈夫かどうかということで詳しくお話しさせていただきます。はい、テキきり今日もよろしくお願いします。震度な大地震は間もなく発生しますということでね、3つのテーマをご意いたしました。まず1つ目、地震の最新情報。地震停止は大地震の前兆なんでしょうか国内で震度など前兆が出た場所ということでお話しさせていただきます。まさじめにこの動画の結論から申し上げておきますと今後日本巨大地震に要注意ということなんですね。 スそういうの言えるのか。それはこの動画を最後まで見ていけそう。とってもよくわかるない。なりす Z の3ご覧ください。それでは今日も元気にやっていきましょう。まずは地震の最新情報をお届けしたいと思います。マグニチュード4.4の地震が発生いたしました。事件が起こりましたのは西の島から東に1562キロほど行ったところにあります。沖縄県の宮古島ですね。 宮古島といえば人口約5.5万人、面積158平方キロメートル、西の島42個分の大きな島でございます。この宮古島周辺、過去20年間では723回の地震がブワーっとね、発生しております。これは全国的に見ると地震が活発な地域になりますね。宮古島周辺の環境でございますが、宮古島の南には琉球海溝と呼ばれている深い溝があります。 で、この琉球海溝から北側がユーラシアプレート、南側がフィリピン海プレートになっておりますね。 さらにこの宮古島の北側には沖縄トラフと呼ばれている溝があります。地下の様子はこのようになっておりまして、フィリピン海プレートがユーラシアプレートに沈み込んでいる環境ですね。で、このもっこりしているところが宮古島になります。宮古島から右手が、この溝が琉球海溝で、さらにこの宮古島の左手の溝が沖縄トラフと呼ばれている場所になっているわけですね。 特にこの宮古島周辺なんですけども、沈み込むフィリピン海プレートの内部の地震が多いという特徴がありますね。宮古島周辺で起こりました。史上最悪の地震といえばこちらですね。宮古島の南で起こった1771年のマグニチュード7.4の巨大地震です。この大きな地震では、巨大津波が発生し、結果12000人の犠牲者を出しました大災害となりました。 どうしてここでえ津波が起こってしまったのかということですが、これはですね、大陸プレートがブワッとね、跳ね返ることによって津波が発生したという説か、このえ海底の土砂崩れが起こることによって巨大津波が発生したんじゃないかという説がありますね。 はい。そんな大災害が起こりました宮古島でこの度新たな地震が発生したということですね。こちらが今回の地震になります。昨日2月22日13時22分頃に宮古島で地下深さ 50km マグニチュード4.4最大震度3の地震が発生いたしました。 最大震度3ってどれぐらい揺れるのかと言いますと、屋内にいる人のほとんどが揺れを感じるか、またはポンズが倒れるか倒れないかの瀬戸際の地震だったということになりますね。 はい。今回の地震でございますが、沈み込むフィリピン海プレート内部で発生した地震だろうというふうに考えられますね。で、今日ご紹介したこの宮古島ですね、過去に大地震が発生したこともあります。宮古島周辺で起こりました大地震ですけども、これまでに1,2,3,4,5回のですね、大地震が確認されているということでね、大地震が起こる地域でございますんで、今後も要注意ということですね。 続きまして、活発な地震が続いております。事件が起こりましたのは西の島から北に990キロ行ったところにいます。京都府ですね。2月14日から活発な地震が続いておりましたけども、本日2月22日もこの京都のですね、西山断層で活発な地震が続いております。最近は震度1以下の小さな地震なんですけどもね、このブワッとしたね、たくさんの地震。 今も続いているということになります。京都西山断層ですね、将来マグニチュード7クラス大地震の可能性があります。下手をしたら今この活発な場所で大地震の恐れもあります。もしここで大地震が起こってしまいますと、震度7の恐れがあるということで、これポンズ蒸発してしまいますから、こちらも要注意ということですね。 続きましての地震情報を参りましょう。西の島から北に1193キロ行ったところにいます。能登半島です。1月1日にポンズが蒸発する震度7の地震が起こった場所でありますが、この度、震度1の地震が新たに発生しております。こちらが今回の地震です。2月22日18時55分頃に、地下深さ10キロメートルマグニチュード2.0最大震度1の地震が発生しております。最大震度1ってどれくらいいるのかと言いますと、 えポン酢が90%オフで、買えるぐらいの揺れだなんとですね、皆さん、この能登半島の地震の後ですね、国内では約 19, 19時間もの間、地震が停止してしまったということなんですね。この地震の停止は、じゃあ、大地震の前兆なのかということで、続きまして見ていきたいというふうに思います。 今ですね、この日本では19時間ですね、地震が0回ということなんですけども、この地震が止まっていることについてですね、視聴者様からもたくさんのご質問いただいておりました。ありがとうございます。どういうご質問かと言いますと、こちら。 地震が数十時間止まっています。これは大地震の前兆なんでしょうかということで、これね、多くの方が、えー、気になっていらっしゃったかというふうに思いますけども、これズバリですね、お答えしておきますと、はい、こちらです。数十時間地震がゼロの場合は、これ大地震の前兆かはわかりません。 で、一方でですね、皆さん、数年の間、地震が少ない場所というのは、大地震になることがあるんだということですね。はい。なぜそのように言えるのかをですね、過去の事例を見ながら、見ていきたいと思います。例えばですね、皆さん、こんな事例があります。1983年の5月26日に、秋田奥で起こりました、えー、日本海中部地震ですね。 マグニチュード7.7、ポンズが割れる震度5の地震が発生し、14メートルの津波がですね、起こりまして、結果、犠牲者104名を出しました。大災害ですね。 はい、これ日本海中部地震の被害でございますけども、港が破壊され、さらに家がですね、大きく傾いてしまったというね、まあ、とんでもない地震が日本海側で起こったわけであります。どうして日本海側で大地震が起こったんでしょうかそれは日本海の断層がずれ動いたからなんですね。実はこの日本海には、この断層の集まりが存在するというふうに考えられております。この断層の集まりがですね、で、大地震がブワッと発生したのが日本海中部地震だったということ 地震のメカニズムですが、この断層の集まりがですね、押されることによってずれ動く逆断層型の地震が発生したわけですね。この逆断層型の地震ですけどもね、地面が上がる地震であるということです。見ていただくとね、地面がこういう風うに高くなるという特徴があります。で、海の中でね、地震が、逆断層型の地震が発生いたしますと、海底が持ち上がってしまうわけです。 で、この海底が持ち上がった時に海水も同じく大きく持ち上がります。その結果、巨大津波が発生してしまったというのが日本海中部地震ですね。まあ、能登半島地震と同じようなことがですね、この1983年にも起こったことがあるんだということです。これが日本海中部地震です。 で、実はですね、皆さん、この日本海中部地震なんですけども、この大地震の直前にですね、前兆現象があったということであります。じゃあこれ、どういった前兆現象だったのかと言いますと、これ、大きく2つの前兆現象があったんですね。まず、前兆現象、その1、大地震の3年前から地震が少なくなっていたということ。 そしてもう一つ、マグニチュード5の地震が発生したということです。一つ見ていきましょう。まずは、大地震の3年ほど前からね、地震が少なくなっていたということなんですけども、こちら1968年から1979年までの間に発生した地震を映しております。日本海側の地震ですね。見ていただくと、このあたり、136回ほどの地震が起こっていたわけでございます。一方で、1980年から1989年 年の大地地震震直前までに起きた地震はこの3年間でなんと9回しか起こっていなかったということですね。この100回以上ね、起こるところで3年間で9回しか起こっていなかったということで明らかに地震活動の低下が見られていたわけであります。そして、えー、全長その2です。マグニチュード5の地震が発生したということですね。 この大地震が起こる12日ほど前、1983年5月14日にマグニチュード5.2の地震が発生したんですね。震度1の地震でした。で、この地震がですね、なんと、この日本海中部地震の前に起こった地震だったと。 いうことです。でえ、このようにですね、大地震前に発生する地震のことを前震とも言いますね。まあよかったら覚えてみてください。で、この前震から12日後に発生したのが、1983年5月26日のマグニチュード7.7の日本海中部地震だったということですね。 はい。ということで、まあ、このように、大地震の直前に大きく2つの前兆があったわけですね。さらに、このマグニチュード7.7の地震の後ですね、26日後。 およそ1ヶ月後に、この日本海中部地震の北側で、マグニチュード7.1の大地震が起こったということでね、大地震の後もやっぱりね、気が抜けないんだというのがわかる事例になってますね。能登半島もね、同じようなことがもしかしたら起こるかもしれません。この後ね、マグニチュード7クラスやってくるかもしれませんのでね、要注意ですよということですね。 はい。ということで、日本海中部地震の事例があるようにですね、数年間地震が少ない場所というのは、え大地震の可能性があるんだということです。日本海中部地震の時は、3年ぐらいね、地震が少ない場所があったわけですね。 で、実はですね、皆さん、この日本海中部地震のようにですね、今国内には数年以上地震が少ない場所があるということです。そういった地震の少ない場所というのが、次の震度などの候補地となるわけです。じゃあ、これ一体次は、どこが危ないのかということでございますけども。国ークディミネセメニキュヌムンデイデグゼメシキューこの日本海中部地震が起こりました、秋田の 次回ね、メイブステ次の地といというと一緒に帰っていく手を考えください。ニンニク、ブドウ、鶏、謎の組織の長万部コーヒー牛乳大好きクラブが開発した幻のグルメ、牛乳ホイホイ、宇宙のパワー、さとっかと一緒に帰っていく手を考えください。3、2、1、配、はい、終了です。正解はする、ね、になんとくりは。 千遍の鳥ということでありましてですね、皆さん意外にもこの秋田鳥が有名ということでね、皆さんこのね、秋田の鳥は比内地鳥という鳥が有名ということで、皆さん食べたことある方いらっしゃいますか美味しそうですね。はい、まあ、あ余談はこれぐらいにしておきまして、今日の本題と参りましょう。 次の大地震がですね、危ない場所ということでね、ご紹介させていただきたいと思います。はい、この地震の少ないところがえ大地震の候補地だということなんですけど、じゃあこれどこかと言いますと、西の島から北に760キロ行ったところにあります。南海トラフなんですね。 はい。もう、南海トラフといえばですね、巨大地震で有名な場所なんですが、この南海トラフ、実は数十年地震が少ない場所があるということです。それ、どこにあるかというとですね、大きく2箇所あります。まず1つ目が、この南海トラフの西側。そしてもう1つが南海トラフの東側なんですね。1つ見ていきましょう。 まずは南海トラフの西側です。南海トラフの西側はヒューガナダと呼ばれている場所です。このヒューガナダなんですけども、過去100年間でマグニチュード7クラス地震ですね。なんと、1、2、3、4、5、6回も起こっているということです。めちゃくちゃね、地震が活発な場所で、 10年から20年の間隔で大地震が繰り返し発生してきた場所です。実はですね、皆さん、このヒューガナルの中で大地震が発生していない場所があるんですよ。 それはどこかと言いますと、この赤四角のところなんですね。この赤四角のところだけえ、なんと数十年ですね。数百年で失礼しました。数百年以上ですね。大地震が起こっていないということで、もしかしたらね、次はここで大地震がブワッとね、発生するかもしれないということで、要注意になっております。そして、え地震が少ない場所、その2、南海トラフの東側ですね。静岡の駿河湾です。駿河湾なんですけども、こちらも やはり160年以上大地震が0回ということで将来マグニチュード7から8クラスの巨大地震が危ないということで下手をしたらね明日ブワッとね大地震が起こるかもしれないということですでもう一つ怖いことがあるんですねそれは何かと言いますとこの南海トラフの西側そして東側でもし大地震どちらかで発生した場合ですね この発生した後に、マグニチュード8巨大地震が南海トラフでブワッとね、発生するかもしれないということです。もしそんなことが起こってしまいますと、スポンズが蒸発する震度弾の恐れがあるということで、これね、いつ起きてもおかしくありませんから、大地震に備えていきましょうということなんですね。また新しい情報が入りましたら、すぐにお届けいたしますので、情報を見逃さないためにも、ツイーもチャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。 では今日の問題でございます。大地震が起きる可能性のある場所はえ、数分地震が少ない場所、数時間地震が少ない場所、数年地震が少ない場所、さてどれでしょうかということでコメント欄に書いて挑戦してみてください。正解した方にはハートマークをつけたいと思います。 では、ここまでの簡単なまとめを振り返りましょう。まずはですね、宮古島近海で地震が起こっております。この地震は沈み込むフィリピン海プレートで起こった地震だと思われます。よくあるタイプの地震ですね。で、この宮古島周辺ですけども、過去にマグニチュード7クラス大地震起こった場所であります。今後もですね、要注意ということです。京都ですね、2月14日から地震が続いておりますが、 本日も地震が続いております。まだまだ収まる気配がありませんので要注意です。そして、えー、この能登半島の2月22日の地震の後、国内では19時間もの間地震が停止しましたが、この地震の停止、 大地震の前兆なのかということですが、これはですね、ズバリ数十時間地震が0回というのは大地震の前兆かどうかわかりませんが、数年の間地震が少ないということは大地震になることがあるんだということです。その事例が日本海中部地震でございました。実はですね、この日本海中部地震なんですけども、地震が起こる3年ほど前ですね、地震が少なくなっていたということです。で、地震が少なくなった後に、大地震がブワッと 発生したたののが1983年の日本海中部地震だったということとですねというわけで、このように数年地震が少ない場所というのは大地震の前兆の可能性があると。で、今危ないと考えられるのがこの南海トラフです。南海トラフはですね、数十年地震が少ない場所があります。それが西側の日向灘と東側の駿河湾です。で、もしかしたらね、このどちらかで将来、もうね、明日大地震が起こってもおかしくありません。 で、もしこのどちらかで大地震が起こった場合ですね、この大地震の後に、さらに大きなマグニチュード8クラス巨大地震が起こるかもしれないよということです。もしこんなことが起こると、ポンズが蒸発震度などの可能性がありますので、要注意ということを話しさせていただきました。はい。以上が今日の放送内容になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。これからも地震や火山最新情報と元気をお届けしていきたいと思いますので、ぜひともチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。 2月24日のメンバー検定講義は、地球の逆転ポールシフトはいつ起きるかということをお話しさせていただきます。メンバーの収益の一部は、被災地に寄付されます。メンバーの皆様、いつも本当にありがとうございます。スイディミティミニシミジキンルギディウィティシミシューフィッツィッチューイリギトゥーグチッデーティイイ